では起立定例記者会見を始めます。はい、こんにちは。今日のお花はこれカーネーションですね。これは、クジャクソウということです。緑色はレンカデブドロ、デンドロ、レウカデンドロ、デンドロビウムの一つですかね。さて、今日これが今日のお花でございます。発表項目は3点でございます。まず第一に、リオデジャネイロオリンピックに出場し、メダルを獲得または個人、競技で入賞された本県ゆかりの方5名の選手に対しまして、知事特別表彰をすることといたしまして、9月26日に表彰式を行います。5名の方とも並々ならぬ精進と鍛錬を重ねられまして、リオデジャネイロオリンピックにおきましてメダル獲得入賞という素晴らしい成績を残されました。県民に希望と活力を与える顕著な功績を挙げられたわけであります。静岡県知事としてその栄誉を称え特別表彰をいたします。もう一つ、リオ2016パラリンピック知事特別表彰であります。リオ2016パラリンピックに出場しメダルを獲得または入賞された本県ゆかりの9名の選手に対しましても知事特別表彰をすることといたしまして10月14日金曜日に表彰式を行います。9名の方も同じく並々ならぬ精進と鍛錬を重ねられましてリオ2016パラリンピックにおきまして6競技21種目に出場され銀メダル4個銅メダル3個入賞6という素晴らしい成績を残されました。県民に夢と希望と感動を与える顕著な功績を挙げられたわけでございます。今年の私どもの3つの戦略の一つがスポーツ王国静岡の復活でありますがこの我々の期待に大きな何て言いますか背中を大きく押していただいたという感じがありまして皆様方の栄誉をたたえ特別表彰をいたします。お名前等につきましては資料はございますけれども読み上げる必要はありませんね。皆さんご存じだと存じますので、2つ目はですね、実は鹿児島有徳塾というのがございましてでこれは今回で26回目になるんですがここに、私は26回参加してるんですけども知事公室長が必ず来られるんですよ。で今度新しく知事公室長が山梨さんになって、行かれたということです。まあ、ちなみに、向こうでは知事公室長というのも固有名詞でみんな覚えておりましてでそんなことでですね山梨さん初めて行かれてその感想を自ら述べたいということでまとめてこられましたのでどうぞ。どうぞお伺いいたします。知事公室長山梨と申します。それではご指示でありますので私から鹿児島有徳塾につきまして簡便に報告をさせていただきます。今知事から少しお話ございましたけれども鹿児島なぜ鹿児島なのかというこれはもともとの経緯がございまして1851年歴史遡りますが薩摩藩主となりました島津斉彬さんが経済の発展軍備強化富国強兵この必要性を説きまして鹿児島城下に近代的な工場群これはご案内の方いらっしゃるかと思いますが修正館と申します。集まるに成人のせいで修正館これを立ち上げた。で現在一部保存されていまして商工修正館という名称で保管管理がされていますがこの修正館の建立150周年となるちょうど平成13年、これが150周年となりました。で当時、国際日本文化研究センターの教授でいらした川勝平太氏がお招きを受けましてでそこで、講演を行ったと。当然その海洋文化に関すること、交流に関すること、富国有徳に関することお話をされてこれが大変地域で大きな評判になりましてでこれを大きな契機として地域の産業から学問大学ですね文化人それから官これは当日は三田園新知事もお見えになられました。会場でしばらく長いこといてくださいました。そしてまた報道関係の皆様方、そういった方々は一体となって、鹿児島有徳塾というのを立ち上げようと
まさに有徳、富国有徳ですので有徳塾、これを立ち上げようということになります。26回、まあ、年に2回ほど開催している時期もございます。で今回26回目だったんですが、川勝知事は、まあ、知事になられてからもずっと毎年参加をしていらっしゃると、講演もされているとしているということであります。当日約50名ほどの方々が集まりまして大盛況でございましたが、今年のテーマは鹿児島が現在誇っております黒の食文化、これはあの黒膳というふうな言い方をいたします。例えば黒豚であるとか、黒牛であるとか、あるいは黒酢、黒酢はだいぶ浸透してまいりました。美味しいだけでなくて健康の増進にも大変役立つという効果がある、まあ、黒の持つ食材の潜在力を追求して新たな商品化あるいは料理レシピ、これに反映させていこうという、まあ、あの大きな試みを持って、力を込めて皆さんあのそういった議論をされていらっしゃいました。で一方私ども静岡県はですね、すでに難波副知事を筆頭にしまして本年8月の中旬から下旬にかけて鹿児島市のデパート山形屋さんですが、こちらで静岡大博覧会というのをすでに開催しております。本県も鹿児島市内に乗り込みまして静岡県の物産を、これはかなり人気がございまして、ミニ四駆プラモデルからお茶その他の、まあ、静岡の産品、まあ、あらゆるものをほぼ完売の状態でございました。大変な、まあ、人気を博しているということで、こちらにないものが向こうにあり、向こうにないものがこちらにあると、物産交流についてはすでに本県、かなり力を入れて着手をしております。でそういう流れの中でこの有徳塾での食に関する議論大いに高まりまして、まあ、当日は実は2人の鹿児島大学の先生方に基調講演というのをしていただきました。農学部の高則興先生、それからこの方は失礼、農学部ですね、高則興先生、まあ、食材に含まれるポリフェノールの効能であるとかいったこと、それから同大学の水産学部においては木村郁夫先生、両方とも教授でいらっしゃいますが、アデノシン三リン酸 ATP とよく言いますが、これを食材に添加することによって特に海産物の長期保存に役立って健康にもよろしいと、そういったことに、また実際これは民間で取り組んでいるグローバルオーシャンワークスという会社もございます。まあ、こういった方々の取り組みであるとか、まあ、紹介をされて、で知事からもその後この所管ということでご講演をいただいております。知事がいらっしゃいますから、私の時が知事のご発言の中身を言うのは何でございますが、かいつまんで申しますと、食材自体が世界的に認証されるようなブランド化の推進が黒膳のごとくですね重要であろうと、両県、まあ、本県を含めて両県で世界に誇る高度な産業文化存分に世界に向けて発信すべきであると、海外からさらにこれから交流人口が増してまいります。そうすると各分野の高い技術力と暮らしに根付いた豊かな生活文化、これが今や世界中の憧れとなっている。我々はそこにもっと日本人として静岡県民として誇りを持つべきであろうと、まあ、こうした美しい自然恵まれた都市環境の中で高い技術と、優れた文化に包まれた心豊かな暮らし、これは最近知事が提唱されているジャパニーズドリームの一つの形というふうに私は理解しましたけれども、これを両県で具体に実現し世界中に発信していく、そして具体的な交流をさらに進めるということが重要ではないかというふうなことを知事のお前で恐縮ですが、そのようなことをもおっしゃっておられました。今後もですね、随行したものとして考えますのは、富士山静岡空港、これのさらなる利活用促進も踏まえまして、県全体として各部門で両県におきまして、まあ、こうした動きを加速させたいと、すでに取り組みを始めて、あるいは進めておりますので、名誉鹿児島とも切磋琢磨をさらに進めていきたいと、県当局としても考えている次第であります。報告以上であります。失礼いたしました。ありがとうございました。秀才館というのが、まあ、島津成井からさんが始められて、そして1日1200人ぐらいの方が働かれて、まあ、日本の食産工業の先駆けですね。でこれが実は大変すごいということでですね、この有徳塾で、島津公康という方が中心になられまして、この人は今教育委員長されている方です。かつ島津工業の当時社長、商工会議所の副会頭も務められたわけでありますが、まあ、島津家の、直流の方でありますけれども、この方がいわゆる世界文化遺産運動を起こされまして、で、もちろん私も大賛成で一緒にやってきたわけですけれども、まあ、そうした中で静岡県の私が知事になりまして、でそれで韮山の件もですね入れていただけるかどうかということで、当時小野さんの前の
小野敏子さんの前の市長さんだったと思うんですけどが行っていただき、また小野敏子さんも行かれて、もう即一緒にやりましょうということで、最終的には釜石まで入るということでですね、交流が進んだわけです。お互いに広く公益のためにやろうと、地域のためになると、それが公益のためになるという動きをしてきたわけであります。でそして一時期この商工会議所同士の付き合いもこれを通して始まりまして、後藤康夫さん、現在の商工会議所の会頭がこの有徳塾に一度参加されまして、もう感動されましてですね、でそれで静岡有徳塾を今立ち上げられているんです。でこちらも例えば本庄佑先生、あるいは磯田道文先生、あるいは羽賀徹先生、とうとうそうそうたる方々をお招きしてお話を聞き、そしてこの分け合い合いのもとでお互いの疑問をぶつけたり勉強するというのをやっております。そうしたことでですね、今回は向こうは大学の先生お二人呼ばれまして、そしてクロゼンという、私はこれ英語で何て言うんですかって言ったら、クロゼンですと。あ、なるほどと、津波と一緒だと、クロゼンはクロゼンだという、お禅の禅ですね、いわば固有名詞として、鹿児島の、私どもは食セレクションとか食品セレクションというのをやっておりますが、向こうはそれらを一つのお膳といいますか、お弁当のような形にして、そのきちっとした機能性を踏まえた形で、この食文化を売っていくということでございまして、何しろ学者がきっちり言いますものですから、大変勉強になったということでございます。ちなみに伊藤雄一郎、前の知事さんもこのメンバーでありまして、伊藤さんが入ってられたこともあってですね、世界文化遺産に睨まがなったというのも、こうした取り組みが即人と人の顔と名前が一致していることだったのでですね、静岡と鹿児島との関係が今はその FDA が飛んでいるものですから、さらに深まるということになりまして、私は当事者の一人だと思うんですから、さてどのように見られているのかと思ってたんですが、今山梨さんが言った通りであります。それから3つ目はですね、これは桜ヶ丘病院の移転候補地についての私どもの対応でございますが、9月7日静岡市が JCO に対して病院の移転候補地について情報提供を行われたということですね。で今後 JCO が移転先を正式に決定されるということでございます。でこうした中でですね、9月13日病院現在地の住民の方々、清水区岡地区連合会自治会等の代表者の方が知事室にお見えになりまして、移転候補地や移転候補地をめぐるこれまでの市の対応等についてお一人お一人お意見を言われたわけでございます。でそこでこの、あそこが清水庁舎がですね、その推進区域だということで、その旨市長さんの報告にも JCO への報告にも書かれているんですけども、これは基本的に私どもが地元の方とご一緒になってですね、情報を市の方に提供し、かつ相当強くこのことを書き込むように山口健康福祉部長を中心に行ってきたものです。したがってそれに関わる補足資料を送りました。でその補足資料がどういうものか、これを皆さんに配ってあるんですか。あ、それが総理です。で、もちろんこの補足資料を私ども配ったということは、実はこの9月13日の自治会の皆様方とのお話の時に、彼らのご心配をデータできっちりとですね、こちらの方も同じような意見を基づいて持っているものですから、これをしっかりと部局長の責任において JCO の方に届けるというふうにお約束をしていたわけでありまして、でその約束を守りましたので、今日この写しを自治会の方にも送りました。それからまたもちろんこれは市の出されたこの報告に対する情報提供に対するこの補足資料ですので、これをまた今日静岡市長さんの方にもコピーを送り申し上げたということです。また静岡市長さんに対しましては、
私どもが聞きました住民の方々のご意見も合わせて付記いたしまして、この件についての我々の意見も述べまして、市長の政治判断なるもののですね、中身についてなるべく早くですねご説明になる必要があるということを書いております。以上であります。ありがとうございました。それでは今の発表項目について質問がある者はお願いします。いかがでしょうか。どうぞ。中日新聞の河野と申します。桜ヶ丘病院の件をお尋ねしたいのですけれども、県としてはこの公園 の病院の移転の用地選定に関して権限がないと思うのですけれども、県と協力すると書かれてますが、具体的にどのようになさいますか。そうですね、情報提供の一つが住民の方々が求め、私どもも適切だと思っている桜ヶ丘公園の、候補ですね、そこに決まった場合に公園機能をどうするかと、いうことですね。でこうしたものがきっちり保障されなくちゃいけないと、いうことですね。それからまた現在の桜川病院の跡地も合わせて考える必要があると、いうことでですね、市とそれから地元の方々と膝つき合わせて案を出しまして、でそして、ご了解得られればですね、そうした方向で、私どもも検視住民一体になってやっていこうと、こういうわけです。はい、ありがとうございます。はい、前回知事会見でですね、公園の用地を県として探しているというふうにおっしゃったと思うんですけど、私担当と思われる都市計画とか健康福祉部とか関西などをお聞きしたのですが、そういった指示は以前から受けてないというようなことだったのですが、どこかで途切れておられるのではないかと思ったんですが、JCOがお持ちの土地がありますね。もともとそちらに移すという、でこれは JCO がお決めになるということでもありますけれども、そこは病院の場所としてはやや交通のアクセスが悪いと、いうことがあります。でしかし広さは現在の公園よりも広いですね。したがって誰もが考えるのはそこのところが公園機能として、例えば野球場、テニスコートなどはですね十分に入る。特に野球場というのは大きな広さがいきますので、これはそこで賄えるのではないかということです。それから現在の公園、桜岡病院公園はですね、駐車場がやや狭いですね。で今度もしそこに移れば駐車場も確保できると、いうことで一応そうした案を持っておりますが、これはジェイコさんのお持ちの土地なのでですね、相手があることですから、ともかく移した場合に現行の機能をどのように、維持するかといいますか、代替案を出さなくちゃいけないと、いうことですね。はい、ジェイコの反応はいかがでしたか。これは私は知りません。これは送っただけですから、情報提供してだけです。はいはい、市長から近日中に知事に対する説明を求められますか。私はですね、これに書いた通りです。私は知事として、つまり地元住民の方々の意見が出された意見に懸念につきまして、市長さん自らが説明されるように強く求めるとともに、清水庁舎を移転候補地とすることについて、市長がいつどなたと相談して突然の市議会での発表となったのか不明ですから、この点については特に丁寧な説明を求めますと書いてます。で加えてですね、清水庁舎は津波浸水想定区域にあり、災害時には救護病院の機能が果たせなくなることが懸念され、移転先として不適切であると、私をはじめ関係する県の部局長も全く反対意見なしにですね、同じ考えを申し上げてまいりました。そこで申し添えますと。でそれで清水庁舎が移転先に選定された場合には、これまでの姿勢と同じです。県としては反対すると。それから清水庁舎が移転先に選定されなかった場合、病院の移転について最善の結果が得られるよう県として協力をしませんと、このように明確に市長さんの方に、今日お届けしまして、で、
市長は桜ヶ丘病院の移転先を自らの政治判断で清水庁舎とお決めになりました。政治判断は恣意的、独断的に流れ勝ちです。その気配がこの間の動きを見ていると濃厚です。こうした懸念を打ち消すために市長さんは住民の皆様に、また県に対しても丁寧に説明される責任があります。住民は県民でもあります。県民の命の安全を最優先する県の立場からも、決定の経緯等について、市長さん自身の明快な説明を求めますと。で、政治判断というのは何か一人歩きできるような印象を持たれているようですが、私はこれは非常におかしいと思っています。政治判断は、市長さんは市長の権限とみなされているようですが、権限には重い責任が伴います。その権限は市民から与えられたものなんですね。で、住民の強い反対を押し切ったのは、住民無視を通り越して住民敵視に近いものであると考えています。住民県民を侮ってはなりません。不信感という言葉も住民の方々から我々の間に出されました。ですから不信感という声が聞かれるとともに、市長さんのガバナンスの資質を問う声が上がっています。清水庁舎を移転候補地に挙げた市長の責任が今厳しく問われていることを申し添えますと、いうことでですね、もう正念場ですよと、いうことを、このしっかり認識していただきたいと、いうことで、逃げないようにしていただきたいと思っております。はい、今おっしゃったように、その県に対する説明も求めるということですので、知事に対しての説明を求められますか。同じですよ、これ県民のための私は代表ですから。ですから市民の方は県民でもあり、県民の方たちが、私もそうですけれども、説明をなぜ視聴者に決まったのか、お決めになったか、突然出てきたわけですね。晴天の霹靂のような形で飛び出してきたわけです。一人で決めたわけでもありますまい、だけど相談したに違いない。どういう経緯でそこにお決めになったのか。で、その時点ではですね、突然今回昨日おとといか、区役所の機能をどこに移すかって、それも説明なかったわけですね。これどうなのかっていうと、突然機能をそれをある場所に移すと。で、こうしたことはですね、じゃあいつ決めたのかと。で、こういう全体の計画がなければ、人から言われたからこれはこちらにしようとかっていうふうなですね、微方策といいますか、継ぎはぎ細工のことをやってればですね、ほとんどもガバナンスの何に値しないというふうに思うんですが、持っています。ですから、県民に説明されれば、それが県知事に説明するのと同じですね。県民の代表として聞いてるわけです。では市民に説明すれば、それは知事に説明したのと同じということで。同じですね。市民県民が一番不安に思っている、 とりわけそこの住民の方々が一番不安に思われているし、でしかも署名まで集められている、数千人の、それを無視されているわけでしょう。だからそれはやっぱりそこで説明してくださいと、もうそれがないのが残念だという声が聞こえているわけですから、そういう市民の代表としてですね、仕事をされているはずなので、なぜそういうふうに視聴者に決めたのか、ここはですね、もうこのどこに場所が決まろうと、彼は説明しなくてはならないと思います。ありがとうございます。はい、すいません、毎日新聞長谷川と申します。私も同じ桜ヶ丘病院の件でお尋ね申し上げます。先ほど今知事がですね、清水病院を市が選んだときには県は協力しないというふうなちょっとお話があったと思うんですが、清水庁舎を選んだ場合ですね、協力しないというのは、これ具体的にはどういうことなんでしょうか。反対運動を起こすということです。反対運動を起こす、はい、ということですか。そんなところに病院、救護病院をですね、建てるべきところではないんですね。ですから私どもは、いざという、有事のことに備えて、危機管理、あるいはその訓練含めてですね、病院も入れ込んで、この間も掛川でやりました。希望の他の病院を活用しながら拠点病院と連携をするというようなことをしておりまして、病院の役割というのは決定的に重要なわけです。で、そうしたことを、この踏まえまして、ここは不適切な土地であるということを一貫して申し上げてきているわけですね。で、そこに選定されてそこに移すとなったらですね、それは県民の命の安全の観点からは
受け入れることができないと、まあ、よほどのきちっとした説明でもなされればですね、今のところ全く分かりませんから、もう藪の中ですね、我々は蚊帳の外に置かれていると。これはあの市長というのが何かあのリーダーシップというのを書き違えられてるんじゃないかと思いますね。あのもう完全に独善ですね、まあ、エゴそのものというふうにも思います。どうもありがとうございました。柴田さん。SBS テレビの柴田です。すみません知事、関連してですけれども、先ほど知事もおっしゃってましたが、これに伴って、もしその清水庁舎の場所に行く場合は区役所の方を、清水駅の東側のところに、さらに海の方にですね、移転するということは昨日議会の方でも出たんですけれども、これについてはいかがでしょうか。当然清水庁舎にその桜丘病院を移すということを言ったときにはですね、清水庁舎における区役所機能をどうするかということを合わせてですね、説明しなければならなかったんじゃないですか。でそれを聞いてないと言われたのが9月13日段階で、あの区役所機能はどうなるんですかと、それを説明がないと、聞いても答えてくれないというふうにおっしゃってたわけです。でしたがってこれは皆さん方のおそらく報道も含めてですね、市長の耳に届いたと思いますね。で突然出てきたわけです。ですからこの都市計画といいますか、このいわゆる第三次総合計画というのがあるそうですが、これも第三者評価でクソビソに言われたわけでしょ。ですから現在はこのそういう厳しい第三者評価にさらされているその、いわゆる総合計画というのをですね、ゼロベースで見直さなくちゃならないという、そういう段階ですよ。で今回もいわばもう、こう言われたからああする、ああ言われたからこうすると、まあ、似たようなことが他にもございます。例えばあ驚きましたが、三保の松原の何でしたっけ、ウォーキングデッキでしたっけ、あれ突然やめると言ったでしょ。もうですからこれもびっくりしました。5月の連休明けに工事に入るとおっしゃってたんですよ。でしかしその工事をすると羽衣の松にその、ダメージを与えると、いうことが明らかではありませんかと。でそして、まあ、ミス羽衣の松とも言われるですね、遠藤さんがもう泣いて抗議をされたわけですね。でじゃあどうするんですかと、よほどのきちっとした、まあ、検証を踏まえた上でそういう工事に入るというふうに言われたんだと思ったら、突然今度はやらないと。これ非常に困るのは誰かというと、県の市の職員さんですね、振り回されるじゃありませんか。ですから市長さんの言われたことをその行政マンとして皆実行しなくちゃいけないんですが、こういったことをやったら今度はやめるとなったというようなことがありますね。ですからこれはもう本当に誰にも分かるようにですね、市の計画全体について大きな写真が入っておりますけど、そこはもう文章でスター気取りのですね写真なんか載せていて、何ですか、あれはもうほとんど私が言わせれば高校3年生ぐらいがでも書ける観光案内みたいなものですよ。まあ、そうしたレベルだと僕はもう思っておりましたが、今回第三者評価で非常に厳しいものが出ましたね。ですからここは襟を正して、そして決めたことについてはきっちりと説明ができないといけないと、それが代表であることのその責務であるというふうに心を入れ替えてやらなくちゃいけないと。でないと、もうそれこそこれが例えば政治問題化するとですね、ますます姿勢が停滞するでしょう。もう今回を一つの、まあ、きっかけとして、しかも市民の命に関わる問題でございますので、しっかりとご説明をしていただきたいと思いますね。で先ほどおっしゃった視聴者の場所、新しいその区役所の場所についてもですね、全体の計画の中でお示しになる必要があるというふうに思っております。はい、全体の計画を作らなくちゃいけないということですね。ないと思っておりますから。他にいかがでしょうか。村上さん。すみません、村上です。先ほど
清水町村の方に決まった場合には反対運動という話だったんですけども、まあ、実際こう機能として病院機能、まあ、防災として重要ですけども、一民間企業といいますか、一その行政側じゃない官じゃない方の方が決めるとしては、こう具体的にはこうどのような反対運動をやられるというか、市に対してってことでしょうか、それとも病院に対して。いや、もうあの最終的決定権は市長さんがありますからね、この決定は受け入れられないという。でこれはまああの私が一人ぐらいであるわけにもありませんで、市民と住民と一緒になって、なぜここがダメなのかということを集会でも開いたりしてですね、こうしっかりご説明申し上げるということですね。まあ、そうしたやり方いろいろあると思いますけれども、とにかく病院の問題、これにつきましては健康福祉部、危機管理部、交通基盤部含めてですね、戦略官も入れまして、今回 の知事説明でもお気づきだったと思いますけど、我々は必ず危機管理から入ってるんですよ。もう最優先です。これをに関わることですから、清水庁舎は基本的に不適切な場所であるという認識を持っているのでですね、これを大きなお金を投じて、そこに作るというのは県民市民のためにならないというふうに思うからです。ありがとうございます。いかがでしょうか。もしないようであければな、もしないようでしたら幹事社質問に移らせていただきたいと思います。すいません、時事通信の山越と申します。よろしくお願いします。今回幹事社質問は2件出ております。まず1点目であります。9月補正予算案がまとまりまして、昨日開会しました、県議会に上呈されました。この9月補正予算案から政策調整会議、知事がこの場で表明されましたものが発足して査定を担当されたと思います。編成を終えてどのように、実際どのようにこの調整会議についてお感じになりましたでしょうか。実際に何が以前とどう変わられたのでしょうか。今後も調整会議は継続されるお考えでしょうか。知事のお考えをお聞かせください。2点目も読み上げてよろしいですかね。どうぞ。はい、2点目は、福井県にあります高速増殖炉文殊の在り方についてです。政府は本日中にも原子力関係閣僚会議を開いて、廃炉を含めた抜本的な見直しを行う方針を確認し、年内にも最終結論を出す予定だということです。文殊が廃炉となると政府が進める核燃料サイクルの抜本的な見直しが必要となりますけれども、こういった点について知事のお考えをお聞かせください。以上2点です。はい、ご質問ありがとうございました。まず9月補正予算編成に関する、いわゆる調整会議でありますけれども、こういう指示分が配られているんです。来年度の当初からエンジン全開で富士の国づくりの総仕上げに取り組み、富国有徳の理想郷が体現するジャパニーズドリームを世界に発信していくためには、本年度から必要な準備を怠りなく進めておかなければならないと。そこで本年度の9月補正予算、12月補正予算をホップステップとし、来年度当初予算のジャンプにつなげていくと、こういう脈絡ですね。でまた予算の編成にあたっては、これまで経営管理部がすべて調整していたものを、3人の副知事、知事戦略官、地域外交官、経営管理部長、政策企画部長による政策調整会議を設け、政策本位、現場本位で事業の優先順位を調整の上決定している。でこれは各部局の主体性を重視した予算編成を行うものであり、各部局長は現場感覚に基づくトップマネジメントを遺憾なく発揮し、まずは9月補正予算に向けて積極的に事業を立案されたい。ホップステップにかける意気込みがジャンプの高さを決定づける。部局間の競争を大いに期待しますと。これが今回の基本的な姿勢で、したがって今まで経営管理部長さんと各部局長が下詰め談判をされていたわけですが、各部局長は副知事を中心にしたその政策調整会議でですね、徹底的に揉みまして、で我々の今年度の3つの戦略がありますね。これはスポーツ、地域外交、農業ということなんですけれども、それと8つのいわゆる重点領域というのがあります。でこうした大きな枠組みの中で、その特色が特にこの3つ、地域外交、スポーツ、農業
こうしたものが出せるようにですね、場合によっては部局横断的なことでお互いに連携をしながら予算を組むということをいたしまして、通常は2回ぐらいやってきたようですけれども、今回は1回増えまして3回できたということでですね、一応手応えを感じているといったところが現在の心境です。で、今これから議会で揉んでいただくということになりますけれども、今回の手応えを今度は9月から次は12月に生かしてまいりたいということであります。2つ目の文字に関しまして、これは何しろ昭和の年代だったんじゃないですか、文字が建設されたのは。でそして平成のすぐに、平成6年ぐらいですかね、文字が臨海に達しまして、そしてもう翌年には、暮れにはナトリウムの事故が起こっていますので、確か稼働してから半年も持たなかったんじゃないですか。要するに1年も動かしてないんですね。でもうすでにその時から、最初の事故から数えても20年以上経過してるわけでしょ。でそして一番大きなのはですね、点検漏れ、なんか1万点近いものがございましたよね、つい最近。これは何を意味してるんでしょうか。これはですね、士気が低下しているということです。これほども膨大な点検漏れがあると、これ嫌気がさしますよ、本当直すだけでも。ですからここは潮時かなと思っています。もちろんフランスあたりでこうした高速増殖炉の実用もされていますのでですね、やればできるんですが、この倫理規範においてこの現在担当されているところがふさわしいかどうか強い疑念を持っています。でそして新しくこれを引き受けるところも出てこないということでですね、当然これをいつまででもだらだらだらだとして国費を投入していくということについてはけじめをつけなければならない時が来たというふうに思っています。で一方プルサーマル計画につきましても、六ヶ所村での工事も遅れています。ですからプルサーマルも、動いてないに等しいですね。で中電は浜岡の4号機をプルサマル計画でやると言ってたんですが、これも事故の後ですね、東日本大震災の後、無期延期に近いご表明をなさいました。でまた新設、いわゆる第6号機を作るというのも、これも無期延期になりましたね。ですから今原発をもう全エネルギー源の半分ぐらいにしようというエネルギー政策は根本的に見直しを迫られているということですね。でしかも原発は安いと言われてたのが、何とおっしゃったか、立命館大学の先生が、実は1キロワット時普通に計算しても石炭やなんかと変わらないと、1キロワット時10円ぐらいするんだという。でこれは実は国でも先生は出されたわけですが、何とおっしゃったかな、大島先生だ。でうちの原子力安全防災会議でもですね、浜岡原発の資料をいただかれて、でそこに中部電力の方がいらっしゃる中で、しかもジャーナリズムに公開した形でですね、やはり10円近くかかってるわけです。だから全然安くない、ましてやこういう事故が起こるとですね、もう無限大のお金がかかりかねないと、いうことでもありまして、原発は決して安くないということもなりまして、ですからこれまで言われてきたことが、もう CO2 どころじゃなくて放射能でありますから、何十万もの人たちがですね、被害を被るという、こうした事態が起こったわけでございますので、根本的に見直さなくちゃならんということで、ようやく腰を上げていただいたかということです。ただしこの原発事故に対しては、その原発に関わる技術を通してしか解決できないということがあります。したがってこの、いわゆる、夢の原子炉といいますか、こうしたものは理屈の上ではちゃんと成り立っているのでですね、でこうしたものをあれほどの大きな規模でなくても、小さな規模でもですね、実験でするとか、やはりこの学術技術の
研究のその道は閉ざしてはならないというふうに思うんですね。で今浜岡原子力発電所でも研究所が立ち上げられておりまして、で研究も公募されていて、でそして、まあ、海外の方たちもですね関心を持たれているという状況になっているでしょう。でいずれ廃炉に関わる技術もですね商品になると思うんですよ。あるいはその人材が、まあ、なんて言いますか、世界のために役に立つと、日本のためはもとより、そういうものを、人や世界技術を、廃炉技術もこの培っていくということも、まあ、一つの道ですね。で今浜岡原発の方は安全技術安全文化のメッカとして、これまで数千億円を投じてこられたわけですが、まあ、こうしたものが生かされることを私は願っておりますが、まあ、ここまで含めて今の核燃料のサイクルは根本的見直しを迫られているということで、このあたり政府は腹を固めなくてはならないと存じます。それからですね、原発につきましては、まあ、文字は福井県にございますよね。でそして9つの電力会社がありますので、各電力会社ごとにですね自分たちのその原発依存度をやがてどうしていくんだということを個別に考えるべきだと。ですからそのこれまで一応すべてのものをこう上げて5割にするという目標があったわけです、平成23年のあの事故が起こる前は。しかしそれが根本的見直しを迫られている以上、そしてまた各電力会社がそれぞれの意思決定権をお持ちであるという、そういう現実に照らし合わせますと、各電力会社の所轄の中における政府と電力会社との何て言いますか、膝つきのこの核燃料サイクルに関わることも含めてですね議論をしていく必要があると。一律にこう論じたって、 A という会社はノーという、 B という会社はまあ、OK というということが出てくるんじゃありませんか。まあ、この根拠はですね、菅元首相が浜岡原子力発電所3号機から5号機すべてストップするように要請されたわけですね。でそして取締役会を開かれて、土日返上して開かれて、中部電力が置き場になったんですよ。ですからここに現れてますように電力会社はですね責任を持ってるんですね。で公的な責任もお持ちでございますので、民間の会社でありかつ公的な責任をお持ちになっているのでですね、で政府のエネルギー政策は原発に関する限り、各原発の持っている電力会社と政府が地域ごとに原発依存度が違うということに照らしてですね、そこで相談していっていくべきだと、このように考えております。ちなみに関電であるとか、あるいは給電だとかいったところはですね原発依存度が非常に高いのでですね、やめろ、はい分かりましたというふうに決していかないと思いますね。まあ、そうしたことが今回の鹿児島における、伊藤さんが三田園さんに負けたですね理由の一つにもなっています。やはり現実を勘案すればどうしても原発に依存しないとエネルギーが、つまり生活が産業が成り立たんという、そういうもう一方での現実があるんですね。でうちはそれありませんから、うちって言いますか中部電力にはね、もう太陽光ですら目標を前倒しにして200万キロワットを目指してますから、原発に気分ですよ。だから小水力発電も、徐々にしかし着実に稼働しております。そうしたことも含めてですね、うちの事情と九州電力の事情とは全然違いますね。そういうことをどうしてお気づきにならないのかなと、政府の方が。これは繰り返し申し上げたことですが、また改めて今申し上げた次第であります。以上です。すいません、ありがとうございます。はい、今のお話から1点質問させてください。はい、文字の話に戻るんですけども、はい、知事は今潮時かなと思っているとおっしゃいました。はい、ということは廃炉もやむなし、廃炉すべきだというお考えだということでよろしいでしょうか。はい、廃炉を選択肢に入れるべきだと思います。選択肢に入れるべきだということですね。はい、廃炉をすべきだということまでは言わおっしゃらないということですね。まあ、これ現状を知りませんからね。私たちもいわゆる
まあ、見に行ったこともありません。大きな組織です、大きな施設ですからね。でどれほどのいわば技術の蓄積があるのか、また、まあ、相当あの、規制基準が厳しくなってるでしょ。でこれにあの答えられるのかどうか、まあ、とうとうその現場のことについて、十分な知識がありませんのでそれ以上のことは言えませんけれども、まあ、これまでの大きな経緯、からいたしますれば明らかにやる気を失っていらっしゃると。やる気を失ったら大変危険です。今は浜岡現場って見てください。ひょっとしたらここは世界中の安全技術安全文化の別館になるんじゃないかというんで皆さん目を輝かせてあの仕事されてるでしょう。そうしたことはとても大切でそれが点検などについてもですねあの、点検漏れをですねなくしていくわけです。それがもう1万点近くあるっていうのは言語道断のことなんですね。危険なんですよ。だから消毒ではないかと言ったら喜ぶ人もたくさんいるんじゃないですか。特に現場で働いてる人たちはもう嫌だよと思ってる人がいるに違いない。これぐらいのことをその数字点検漏れチェックの数字の多さが示していると思っています。ありがとうございます。幹事社からは以上です。各社質問がある方お願いします。風間さん。静岡新聞の風間です、はい、すいません一つ目の質問の、政策調整会議を経た補正予算編成に関しまして、はい、知事は今あの手応えを感じているというふうにおっしゃいましたけれども手応えの中身をもう少し具体的に教えていただけますか。その東館の5階の特別会議室というところがあるんですがそこでカンカンガクガクの、まあ、議論するわけですね。で今までですと、まあ、上がってきたものはもう大体調整終わってますからなかなかに、意見を差し挟むのもよほど準備してないと難しい面もあります、まあ、ところが今は政策調整会議で毎日顔を合わせている特にこの政策戦略官などはですね隣にいらっしゃるんでいろんな情報をくださるわけです、まあ、そうしたことからですね情報量が増えますと何をするべきかが明確になってくる。で方針は明確です。3つの戦略今年の重点戦略8つの重点取り組みがあると。でコロナ禍で限られた予算をどういうふうにしていくかと、まあ、いうことですよね。で今回知事説でも知事の議場における説明、においてもですねあのスポーツであるとか地域外交であるとか農業に関して、相当中身が割かれましたけども、まあ、そうしたものは補正予算の中身を反映しているわけですね。ですから従来のものとだいぶ変わったんじゃないかと、まあ、いうふうにあの思っております。ただ どれをあの一番重視かというとどれも重要なんですよ実を言いますと。ですから、ここで成果があったというのをそれを言ったらですねじゃあこれを潰してやろうと思われる勢力があるかもしれませんのでここでは申し上げませんが、まあ、ともかくあの決定過程ですね補正予算を組む意思決定の過程におきまして、まあ、風通しが良くなったということです。それからまた、今日は伊藤経営管理部長をやらせていませんが、まあ、彼の負担もあの楽になったのでその点彼の健康にも良くなったんじゃないですか。すごくない予算編成の時も大変ですからね彼らはみんな喜んでます。分かりました。ありがとうございました。どういたしまして。いかがでしょうか。細見さん。すみません朝日新聞細見です。先ほどの調整会議の話で、まあ、あの先の話になって誠に恐縮なんですが新年度当初予算案の編成にあたってはですね、まあ、事業数もまあ大幅に増えるかと思うんですけどそうするとまあ今回3回まあ調整会議を開かれたということで、まあ、ただあの来年度に向けては時間が逆に精査する時間もなかなか足りなくなるんじゃないかというような指摘も県庁内に上がってますけれども知事、まあ、現時点でどのようにこう優先順位をつけていこうというふうにお考えなのかお聞かせください。
精査する時間がなくなってしまうんじゃないかという意見は今細見さんから初めて聞きました。ぜひその方が私に、現実を説明していただきたいですね。その時間に追われて大変な目を合わせるためにやってるわけじゃありませんから、まあ、ですから今それ初めて聞きましたので、ちょっとそのどこの現場ですか、経営管理部ですか、部局から上がってます。どこの部局ですか。主管 の, 部あのメインの部局から上がってますけれども、そういうような声も一部に。メインの部局っていうのは8つあるんですけど、まあ、それはあの取材の過程で私も聞いたので。そうですか、まあ、ともかくですね、物を言えば唇寂しいじゃないんですよ。物を言う人が多くなってきたわけです。だって部局間の競争ですから、これ今、その意味でですね、まあ、新しいことをやると従来と違うということで、ちょっと大変な面がどこか出てきているかもしれません。なるべくそういう幸せが分かればそれを直していくという、そういう姿勢で臨みます。はい。つまり意思決定されたことを他の部局の方も知ってるってことが大事なんですね。ともかく今回これだけの予算を獲得してやろうということで、その部局の中で内部で決めて、それで経営管理部と町長発信のやり取りされると。でそれがこれはこの政略官は全部の部局に通じてますし、知事もそうです、副知事もそうですね、それから企画政策部もそうです、地域外交もいろんな部局に関わっておりますのでですね、そうしたところでこう情報共有するからですね、なんて言いますか、従来より、やる気を出させるようにはなってるはずだと思ってるんですが、これは思い込みかもしれないので、細部さんの取材ですから、これはよほど掘り下げた取材に違いないと思いまして、重く受け止めまして、この次そういうことがないようにですね、したいと思います。特に投資予算とても大事ですからね、そこに幸せが行くようなことはないようにしたいと思います。第一テレビの小菅と申します。はい、知事が前回の会見で懸念示されたの野球場に関するシンポジウムが文化芸術大でおととい開かれたんですが、参加したそのパネリストの方からやはりその篠原のアクセスの悪さをこう指摘するご意見とか、あとその防災面に関して、防災についてその人が増えることで逆にこう亡くなる命も増える可能性があるんじゃないかというようなこのご意見が出されたんですけども、まあ、こういったその反対される方の意見を知事どういうふうに考えていらっしゃるかというのはいかがでしょうか。その方たち来られると同じこと言われましたよ。太田さんと鈴木さんでしょ。ですから反対者ですからね。でその話をよく知ってますよ。ただ一方で市の方は20以上のところを、まあ、比較考慮して選ばれてるわけですね。だけどそこ嫌だっていう人がいるのはまあしょうがないと思ってるんですが、問題はですね、これを企画した企画の仕方ですね。大学人というのは、学問の自由があります、研究の自由があります。したがって大学というところは自由というのが非常に大切なんですよ。だから先生がこういうことをやりたいって時にほとんどの人は反対しないです。学長も含めて研究教育それから学問、こうしたものについてはできる限り個々の学者研究者教育者を信頼すると、もう性善説に立ってるんですね。で今回ですね、企画をされた方が教育委員でしょう。でしかも特定の方をパネリストに選ばれてますね。その方たちは反対を私のところにも、市長さんのところにも届けられた方です。でそれはですね、政治問題化してるんですね。今浜松市内で市議会でも生まれているということでしょ。そういうその教育委員というものは、教育はその中立性安定性継続性というものを持たなくちゃいけない。その中で一番大切なのはですね、中立性ということなんですね。戦前の反省から教育は政治的なものに変してはならないという、そういう場なわけですね。この自覚が
どうなっているのかということがございます。まあ、極端な例を言えばですね、例えばそうですね、そのオウム真理教というのが、まあ、別の名前で今あるそうですが、その世界の宗教を考えると、オウム真理教主催のですね、集会を設けたと。でそしてそこにオウム真理教に関わる人たちが登壇されて話をされると。しかしキリスト者もイスラム教徒も仏教徒も誰が来てもいいですよと、全て話をしましょうと、行きますか。それに極端な例を申し上げましたけれども、そのいろんな人の意見があるわけですが、主催者がですね一定の政治的主張を持って、そしてそれをその、なんて言いますか、言論の自由といいますか、そうしたものにかこつけてね開くという、そういうのがもうはっきり見えているのでですね、今のその意見に対しましてもよく知っておりますが、それがどういう脈絡で言われているかも知っています。でこれは市が全体として市民の意見を集約し、少数意見を大事にしつつですね、県民市民の安全を確保し、かつ平時には人々が親しまれるようにと、まあ、いう、まあ、そういう観点での球場の整備なわけですね。でこれ全体として市の説明、に納得している人が多いというのが僕の印象です。いろんな人が慎重に来られましたというか意見に来られました。でたった一箇所一人だけ反対だった、その方たちだけがその席には教育委員も入ってました。事実に入ってこられて仕切られてましたよ。でそこに太田さんと鈴木さんが反対意見を述べられて、そしてそれを人たちが今度市民で考えると、あたかも全体の市民で考えるかのごときですね、まあ格好をというかそういう言い分を言われたということですね。じゃあ知事としてはその県民市民の合意形成というのはある程度進んでいらっしゃるというふうにお考えになっているということでしょうか。ともかく市民の合意形成がない限り県は動きません。市民のためにやってるんですから。他にいかがでしょうか。静岡新聞の宮島です。今のに関連しまして、知事はそのかねてからご懸念を表明されてましたそのシンポジウムについて、実際の中身自体も把握されておられるのでしょうか。それご存知のようでしたら、そのかねての懸念に対しての中立性というのは実際に保たれた中身だったとお考えかどうかお願いします。私報告受けてません。簡単な報告をですね今朝持ってきた人がいましたね。どなたでしたっけ。ちょっとじゃあご説明ください。私に説明したことを説明したい。公園緑地課長の浜田です。シンポジウムの中身について、私どもが把握しております内容について、簡単にご説明をいたします。最初に、企画をした溝口、さんの方から、今回は専門的な見地で、自由に話し合う場であるからということで、政治色はないというようなご発言がありました。その他、県と市から、出席を要請したけども、それについて、お断りの参加を見合わせるという、通知をいただいて、その他、質問したことについては丁寧に答えていただいたということです。それとあと、ディスカッションの中では、今まで、太田さんとか鈴木さんが言われている、反対の理由について、ありましたということです。で、全体としては、やはり、パネラー反対、野球場の篠原に野球場を建設をするということについて、反対をされている方々の、議論が進んだと
ということでございます。で最後に、アンケートを、出席者というか、参加シンポジウムを、見られていらっしゃった方々から、アンケートを、募ったということを聞いております。以上です。まあ、ですから私の知っている内容と一緒ですね。まあ、鈴木太田というその、重鎮がですね基本的に反対で、それを県知事に言いに来られたわけですね。その話を今のような脈絡でされたということで、それでは他にいかがでしょうか。何度もすみません、朝日のおすみです。ちょっと別件になるんですが、篠原経済産業部長がですね、昨年8月の海外出張について旅費条例の規定に反しているとして先月旅費の一部を返還をされました。でこれは弊社の取材によりますと、そもそも発端がですね、知事のこの海外出張の問題を受けて自主的に転勤をされて、まあ、分かったということですが、まず知事これは、まず率直にどうお感じになってますか。まあ事務局の不注意ということでしょうね。ビジネスクラスに乗られたんでしょ。ファーストクラスがあると思うじゃないですか。なかったらしいですよ。つまり第2番目のクラスのところに乗るという規定があるそうです。その帰りの飛行機にはファーストクラスがあったんですって。で行きのクラスはその飛行機乗ってみればビジネスクラスが一番いいクラスだったそうです。まあ、そんなことでね、まあ、気づくのが厳しいようなことだったかなと。まあ、しかし気づいてすぐ部長が、まあ、それに規則は規則ということでですね、しかるべき責任を取られたというのはお見事だったと思います。あ、担当者がいますのでどうぞ。はい、経済産業部の政策官でございます。ただいま朝日新聞社から指摘いただいた件、今朝の朝日新聞にも記事にも取り上げられているとおりですね、昨年度の私どもの所属の旅費の支払いで、ビジネスクラスの部分が規定を超えていたと、まあ、結果として最上級に乗ってしまったということで、その部分について、判明しましたところで返納の手続きをし、8月22日に、まあ、その部分を納めているという次第であります。申し訳ありませんでした。過ちは改まるにしかずということで、まあ、そういう今回事例だったんじゃないでしょうか。まあ、しかしこれからいろんな状況があると思いますのでね、臨機応変に対応しなくちゃいけないんですけれども、まあ、これまでの規定が現実に合ってないということも、まあ、共通の理解になっておりますので、まあ、こうしたことがまた起こらないように差し当たって の基準はしっかり、遵守しつつ、現実に合った形で、この旅費規定を変えていくと、これも全国知事会でもはっきり申し上げ、それが書き込まれましたから全国知事会の全体の意向として書き込まれましたので、そういう方向にこれから流れていくと思います。すみません、もう一点だけ、まあ、今回その事務局の不注意ということでしたでしょうねということは、まあ、はっきり言って県民からすればそんなことは全く関係ないわけで、まあ、規定をまあ知りませんでしたって言ってそれで行かれて、まあ、今回はまあ、それをお認めになってお返しになったということなんですけど、これまでまあ知事の例えば任期中の中でですね、まあ、部長さんクラスの例えば幹部の方だけでもこう過去の出張について、まあ、こういった旅費の条例や規定に沿った対応だったのかということをきちんと検証されるお考えはありますか。まあ、今はそれやってるわけですね。でそれで、まあ、私に関しましては全て洗っていただきましたので、各部局の方でもやってると思いますが、まあ、しかし、まあ、こうした
ことはですね、規定があるのを知らなかったんじゃなくて、規定は知ってても乗ったらビジネスクラスしかなかったっていうのは、細見さんならどうします？じゃあここでエコノミークラスの席に変えてくれって言いますか？お金払ってあるわけでしょ。ファーストクラスがなかったんですよ。それで気がついて規定に、まあ、いわば戻るということで、それは悪かったと知らなかったということですから、何か確信犯じゃないんですね。県民の税金を今回無駄遣いしたんじゃなくて、きっちり返してますから、だからこういうチェックが働いているということをとして受け止めていただくというのが今回のことに関する総括になるんじゃないかと思いますが、まあ、細見さんは違う意見かもしれません。この質問では大丈夫ですか？もう他にありますでしょうか？なければすいません、最後に1点ちょっとお伺い、幹事社質問に含めず大変恐縮ですけども、1点、民進党 の、 新代表が決まりまして、蓮舫さんに決まって、今執行部の編成もやっているところですけども、この一連 の、 民進党の動きに対して、代表新代表が決まったことなどについて知事のお考えをお聞かせください。そうですね、圧倒的多数で、蓮舫氏に決まったわけですね、まあ、そうしたことで、民進党が、新生というか生まれ変わるということへの期待がですね、蓮舫さんに寄せられているんだというふうに思います。まあ、ともあれ、これから論戦に入っていくわけですね、与党に対して、まあ、一つはやっぱり原発についてどうするかと、旧民主党の時に起こったわけですね、事故は。ですからこの件についてですね、今見直しを、プラサマルほか核燃料サイクルについて見直しが起こってますけど、どういうスタンスを取るかって明確にするべきだと思います。それからもう一つですね、今回普天間に関わる辺野古移転について裁判所の判定が出ましたね。でこれも民進党の時にごたごたしたということがありますので、その、まあ、在日米軍と、沖縄との関係ですね、日米安保体制については、例えば前原さんなどはこれを非常に大事なものとされているし、それはそれとしてはいいんですけども、在日米軍の沖縄駐留についてですね、どういう意見を新生民進党としてお持ちになるのか、まあ、こうしたこともやっぱりスタンスを決めた方がいいというふうに思います。それから、まあ、憲法改正が明らかに今の内閣の視野の中に入っていますね。で、この憲法の中には今生前退位をの気持ちを漏らされた天皇陛下の問題も入っているわけですね。ですからこうしたことについてもですね、その第9条のこれを集団的自衛権を認めるものとするというふうな形での解釈に対して反対するというだけでなくてですね、そもそも第1章第1条から第8条までの、この規定が天皇に関わることでございますので、こうしたことについてもやはり党内でしっかり揉んでやる必要があるんじゃないかと、まあ、いうふうに思います。で私などはもう国民と国土を守るというのがその自衛隊のお役目じゃないかと思っておりますので、国土規定がないのでですね、まあ、人間中心主義じゃないかと思っているわけです。憲法がですから、天皇が国民のシンボルであると、あるいは国民統合のシンボルであると書かれているわけですが、富士山は国土統合のシンボルですので、その国民と国土を安全に守るためにということで、章を改め第3章第10条に、この戦争放棄と今言われている第2章第9条を書き直すという、まあ、こうしたこともですね、これほどの国土が旧民主党の時に東日本大震災が起こって、たくさんの方が命をなくされたわけです。で福島第一原発が起こったわけですね、まあ、国土が汚染されたわけでしょ。でその国土についてどう考えるのかと、
というようなことは、先ほど言いました原発についてどういうスタンスを取るのかということに関わってきます。それから防衛については、これは日米安全保障条約、これは基本的に国連憲章にのっとっているわけですね。国連憲章における規定は集団的自衛権を認めています。しかし日本国憲法はその1年後に作られたわけですが、それを踏まえてこれを認めてないわけですね。だからその日本国憲法と日米安保条約が冒頭で謳っているその、国連憲章を遵守するという規定、これ矛盾しているわけです。でこれのことなどはですね、もう正面から向き合って自分たちのスタンスを決めると、まさに国の形について明確なその党としての指針を出すということが大事です。今の、内閣は国民からするとなんかちょっとその、拡大解釈といいますかね、極解ではないかというふうに言われているわけですから、こうしたことについてきっちり整理する必要があるというふうに考えまして、野党ですからもうしっかりお考えになってですね、堂々たる論陣を国民の前で聞かせていただきたいというふうに思っております。期待しております。ありがとうございます、はい、いかがでしょうか。他にありますでしょうか。もしなければ終わりにしたいと思います。はい、ありがとうございました。以上で会見を終了します。